はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ネリシュニク様、ヒロンジ様、中様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。4月17日おとといですね、新型コロナワクチン接種後に死亡した遺族13人が国を相手取って集団提訴、国家賠償請求訴訟ですね、総額9152万円を求める根拠として、河野太郎の過去発言、アメリカでは2億回打ってワクチンで死んだ人は一人もいないを取り上げ、動画が投稿された前日の21年6月23日、副反応検討部会の報告として、累計接種回数2368万回のうち死亡報告例が254件、関連ありとして報告されたものが20件あったんだけど、被害があったんだ。この発言された時までに254件の死者が出ている、関係してるよなーって思われるものが20件あった。つまり事実と違う、2億回打って死者ゼロ、は違う、担当大臣、ワクチン担当大臣による隠蔽と評せざるを得ないとして国家賠償請求と、担当大臣が被害を隠蔽した、から国家による賠償しろ言ってるわけですね。世論です。エゴサおじさん、ハードル上げおじさん、エゴサで見っけたんだよね、私のブログもね。でね、河野太郎で検索して、私のブログ見つけて、河野一族は中共の犬っていうのを見つけてカッとなって名誉毀損で訴えたと。当時のワクチン担当大臣として河野太郎は責任を取れ、そりゃ大臣が言ったことなんだから責任問われて当然、びっくりするぐらい無能で性格も悪い。ワクチンの全責任は俺が取るからの被害者全員ブロックしてデジタル庁へ逃亡と。当時ワクチン担当大臣だったんだから、河野太郎のこの発言がなければですね、国が隠蔽、大臣が隠蔽したことにならなくて、この訴訟も起こせなかったんじゃないでしょうか。2億人打って死亡ゼロ、河野太郎は何を根拠にこう言ったのか気になるんですけれども、アメリカではの話ですけど、この裁判中にね、何を根拠にそう発言したのって、証言させる証人として、証言台に河野立たせろ、引きずり出し、といいですね。この動画、弁護団、原告の弁護団見てないとは思いますけれども、何を根拠にそう思ったのお前はって、証言台に河野太郎引きずり出してよ。私が河野太郎に名誉毀損で訴えられている裁判でも、河野太郎を法廷に立たしたいんですけどね、証言台に引きずり出して、なんで河野一族中共の院と書かれて名誉毀損って感じたかを聞きたいんで、証言させるように裁判官に要求してみようかな、思っております。ワクチン担当大臣だから軽はずみな発言は責められて叱るべきですよね。河野太郎の適当な発言が国家賠償請求に発展してしまったという、ほっこりニュースでありました。アメリカ政府発表、4月13日、イランがドローンとミサイルでイスラエルを攻撃。イスラエル政府、18日の時点で報復攻撃すると米国政府に通知。4月19日、イスラエルがイランの攻撃拠点のイスファハン、これエスファハンとも聞こえる模様をミサイルで報復攻撃した。イスファハンの核施設は無事と発表された。ここは石油施設とか核施設とか、重工業地帯だそうなんですよ。もともと何にもないとこだったんで、だから大きい工場とか建てられたのかな。工業地帯、イランのど真ん中ぐらいにあるんですけどね、状況がわからないですけど、先に手出したイランが悪いんじゃないのかな、13日にって思うんですけどね。中東の混乱を受け、日経平均株価が1300円安の大暴落。世論です。日本株は中東危機に弱いからね、それが世界の選択か。オイルショック来るぞ。 3% 下げはさすがにインパクトあるな。続報ないね。原油高、原油高騰、物価高騰、岸田は増税と。
日経新聞、3万7000円を割り込んで大暴落ってありましたけど、まあ民主党の時は8000円だったんですからね、まあどこが暴落なんだかね。新聞は皆さんの不安を煽るお仕事なんで、NHK でも盛んにこのニュースやってたそうであります。記事の情報が少ないですけど、まあ全面開戦っていうわけでもないみたいだな。攻撃止んでるみたいだし、双方の組事務所の窓ガラスが割られたみたいなイメージでしょうか。なんせ情報が少ないんで続報待ちであります。株価に関してめったなこと言うと後でね、損した責任取れなんて言われかねないので慎重に。4月17日政府主催第26回新しい資本主義実現会議開催。アニメ、漫画、ゲーム産業などコンテンツ産業の輸出総額は 12.9 兆円で、石油化学産業、鉄鋼産業、半導体産業を上回る議題として取り上げられました。13兆円。世論、鋼鉄と半導体がそもそも売れとらんやろう。日本の場合は国が手出してうまくいく気がしない。まあ政府の会議の議題になっちゃって、なんか官が手出してくっと途端につまんなくなるよね、なんでもね。敵は中国、韓国の海賊版、まるで鉄鋼半導体が今でも日本の主産業のような言い方。政府が口出すとろくなことにならん予感。ポリコレの嵐にさらされて衰退する未来が見える。ポリコレにうんざりした連中に日本のポリコレガン虫のコンテンツが受けてるんだよね。漫画、アニメ、ゲームが13兆円になってるとは知りませんでした。アニメだけで3兆円超えって報道はしばらく前に見ましたけれども、中国、韓国が羨ましそうに見ている。中国、韓国が日本の国力増大に恐怖している。徳亜の先兵たるコラボ、温泉娘を攻撃、ひまそらさん激怒で大戦争勃発。徳亜の先兵たるアグネス、瑞穂、辻元、二次元児童ポルノが国会証言。麻生政権の時に国がこれらを後押ししようとしたのをですね、マスゴミ野党が大騒ぎして潰すと。そのうち欧米のですね、ポリコレ小じきどもが日本のアニメ漫画を飯の種にしようとしてですね、攻撃しようとしてくるのは明々白々であります。立ち上がれ万国の勇者よ。日本だけじゃなくて世界中のアニメファンも立ち上がってくれ。ポリコレガン虫の日本のアニメ漫画を守れと。日本の漫画アニメは世界の司法です。外国の手先と薄ごい汚いね、ポリコレ小じきどもに既存させてはいけません。これ日本のパックスジャポニカですね、日本の文化侵略、世界征服、今ハリウッドが世界征服してますけれども、これにとって変わるものが日本の漫画アニメじゃないかな。そうなるといいな、私は思っております。衆院補選、東京15区立憲が擁立したトンズラ女。これツイッターでトンズラ女ってトレンドになってて、何のことかなって思ったら、これ公開討論会逃げた酒井夏実のことだった。共産党と社民党の応援を受けていることについて吉野智子、連合会長容認できない。連合東京は自主投票と決まった。立憲と共産のずっともう引き裂こうとする連合会長、うん、いけずと。世論です、バカパヨどもざまそもそも反響を訴えてた旧同盟が共産党と組む方がおかしい。まあね、あれだって立憲を推してんのはですね、連合の中でもですね、赤度が強い、景気がどうなっても結構関係ないですね、自治労、地方公務員の団体、日記予想、教職員団体、あと通信 NTT とか、放送テレビ、郵便、郵貯とか、郵政、その5つが立憲を応援してて、他のとこは民民をしてたって。だから一枚板ではないんですけれども、組むにしても共産党はないよな。立憲執行部は相も変わらず無能よな。なんで公示後にそんなこと言うんですかーっていう。共産党は財産権を認めていないから大企業の労働組合は敵対する。立憲は立憲で労働者の敵。民主党が円高推進して雇用を減らしたのは忘れない。海外に工場行っちゃってね、民主党のせいで。討論会逃亡するやつに国政なんてできるわけがないと。共産党が立憲のために
票割れ防いで擁立引っ込めたから、立憲としてはですね、あの共産の応援を受けざるを得ないですね。元はあのひょろひょろの若い男メガネの用意してたんだもん。それあの出ませんってなっ、通貨工事前にですね、これなら引っ込めるわって話がついてると思われるんですね。立憲は唯一最大の支援者連合にこうこうこうでいいですかって事前に相談しなかった、無能なのかと。そうです東京15区江東区の皆様は飯山あかりさんをよろしくお願いいたします。公約見ましたが、最も分かってる候補であります。日本と日本人の未来のために最も良いと思います。よろしくお願いします。 OECD うつ病率調査で韓国が栄えある1位に輝く、1位韓国、2位スウェーデン、3位メキシコ、4位オーストラリア、5位アメリカ、6位ギリシャ、7位オーストリア、8位ベルギー、9位フランス、10位英国、イギリス、11位スペイン、12位日本とイタリア同率、14位チェコ、15位カナダと、こういう順番になったそうであります。世論です。発率も OECD1 位だし納得。超学歴社会って大変そうやな。地獄の兵役もあるしな。ヘルコリア言うてたしな。パヨの理想郷、北欧や北米、みんな鬱になってるじゃねえか。スペイン、イタリアが多いの、意外。韓国が1位なのは、超学歴社会で、敗者復活もない。地獄の徴兵があって、納得。自殺率も1位だしね。徴兵がない女性を男が恨むっていう男女分断も起きてる模様であります。で、少子化、凄まじい。0.6 とか言ったかな、合計出生数。だから、休戦中の朝鮮戦争に蹴りつけて、終戦させよ。そしたら、徴兵なくなるんだからさ。そしたら、戦争難民ってことでね、特別に出している特別永住資格も取り消せるんだからさ、我が国もさ、朝鮮戦争終戦すれば、一体何十年休戦続けてんだよ、もう70年も。3位、4位、5位の、メキシコ、オーストラリア、アメリカが超意外でした。なんか皆さん陽気に楽しく暮らしてるイメージありますけどね。特にメキシコなんかさ、ギター鳴らしながら、ソンブレロですか？でっかい帽子かぶって、自己申告調査だから、本当の鬱でなくてもですね、うまくいかないことがあるぐらいでも、自分は鬱だなんて答えたんですかね。この3国は自殺率もそんなに高いって聞いたことないし、15位以内にドイツ入ってないのがこれまた意外でありました。なんか気難しそうで、いつもしかめっ面してるイメージなんですけどね。今日の単身、昨年のテレビ出荷台数は、約436万台、前年度比 6.9% 減少。若者のテレビ離れの進行や、スマホでの動画視聴が増えていることに加え、テレビ購入を促すきっかけが乏しく、苦戦が続く見通しと。テレビ離れだって、テレビがオワコンだ。それはテレビ会はですね、NHK が漏れなくお手紙送ってくるし、契約しないと割増金っていう名の罰金もあるしね。割増金被害者の方、私募集してんですけれども、皆さん、お知り合いにそんな方いらっしゃいませんでしょうか。モニターは必要だけど、それにチューナーとアンテナがついた受信機は必要ないですね。これは放送法的に、モニター、チューナー、アンテナの3点セットをテレビと呼ぶ、受信機、ってなってます。私もテレビ捨てて20年弱ですけども、困ったことは一度もありません。皆さんもテレビを捨てて精神の自由を取り戻しましょう。読売新聞、小林製薬取引企業の社長が保証について明確な連絡はなく、早く説明してほしいって言ってましたと報道。社長、そんなこと言ってない大阪本社記者、言ってなかったが、小林製薬を糾弾したいっていう社会のトーンに合わせたと。揉め事を大きくするためにそんなことが、社会のトーン、無から有への捏造、これっぽっちもありがとう思ってないところがすごいな。むしろ社会のトーンに合わせた俺を褒めてくれって空気が漂うんですけどね。社会のトーンって記者が勝手に決めていいものなのかと。お前は何様なんだという話。こんなだから部数減少が止まらず、新聞業界お先真っ暗なんじゃないですかね。テレビ業界もお先真っ暗なんですけどね。
なんとあの NHK で若者の離職相次ぐなんて、これあの入ってからこんなはずじゃなかったっていうこと多いらしくて、あとね、あのあと30年働かなくちゃいけない、30年テレビあっかなって考えたら、まあ当然ですよね、他の職探すよね。あの NHK ですら埋め立て地が会場となる大阪万博のトイレの床が地中に溜まったガスの引火で爆発。大阪教職員組合、生徒の招待授業見直しを教育委員会に申し入れ、教育委員会はですね、あの4歳から18歳の生徒を無料で万博に招待する授業を進めていた。ガスの引火が危険性があってどこでも爆発する可能性があるって埋め立て地だから、これも生徒だけの問題ではないのでは、成人だって危ないんじゃないの、子供だけじゃなくて、金に目くらんだ維新は今更やめないでしょうけどね。万が一ですね、死亡事故でもあった日には目も当てられない事態になりますよね。今からそうなった場合はですね、誰が腹切って詫びるか決めとけよ、誰も責任取らないなんて許さんからな。送還が前提の不法滞在者への支援を国にこじきするなどで非難合合の奥の木川口市長72歳、次の選挙は出ません、引退宣言。次までほぼ2年あんのに早すぎる引退宣言、非難合合に耐えかねてですね、ガス抜きしようと思ってるんですかね。高野区長もそうだった、豊島区の高野区長もそうだったんですけど、メディアの非難合合に弱いよね、打たれ弱いんだよね。外国人も暮らしやすい街づくりなんて寝言言ってっからこういう破面なんだよね。こいつも分かってない政治家だったと、いうことで、まあ年齢的にしょうがねえのかなって思いますけれどもね。というわけで、あそうだ、日曜日の夜ですね、21日夜ですね、新軍事研究チャンネルさんっていうところの生放送にお邪魔いたします。私の支援者の近藤達之さんがやっとるチャンネルで、河野太郎が防衛、日本の防衛をいかに阻害したかみたいなタイトルで2時間喋ってまいります。よろしかったらあのツイッターの方から URL 辿ってってですね、ご覧になってください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。